久保さん、なんかヤフーニュースでね絶対に儲かるから信用はできるネットワークビジネス MLM のリスクのお勧めできない理由を解説となんかヤフーニュースの経済で1月12日11時40分に配信されるネットワークビジネス関連に関する記事がねあの載ってあのシェアされてますね2019年か2021年の3年間に全国の消費者生活センターに寄せられた相談件数は3万件を超えてるらしいですね 絶対に儲かるからまあ、絶対ってあるんですかねいってらっしゃい